ちは。インターン生の石川です。この動画は第3回目です。今回も大乱闘スマッシュブラザーズの新作、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルについて話したいと思います。第3回目はスピリットについてです。前作 Wii U 3DS にはフィギュアがありましたが、今回はフィギュアではなくスピリットになりました。使われましたが、スペシャルのスピリットは主にアドベンチャーモードで使います。スピリットにはアタッカー、サポート、マスター、ファイターの 4つ種類がありますので、詳しく説明していきます。アタッカースピリットはプレイヤーが操作するキャラクターに1つセットできます。攻撃、防御、投げによる3スキミの有利不利と無属性精度、レベル精度があり、ステータス増加や能力が付与されています。アタッカースピリットはセットした戦闘に勝利、敗北関わらず経験値がもらえます。他に経験値を取得するには訓練所に入れる、探検に出かける、戦闘などでもらえるおやつを与えることで上がります。アタッカースピリットの中にはレベルが最大までいくと進化し、ステータスや能力が強化されレベルが1に戻ります。アタッカースピリットには次に紹介するスピリットをセットする枠が0から3つあります。次はサポートスピリットです。アタッカースピリットにセットでき、さまざまな能力を付与できます。サポートスピリットによっては枠の数が 1から3つあり、強力な能力ほど枠を取ります。キャラクターによって組み合わせを考えていきましょう。次はマスタースピリットです。アタッカースピリットのステータスに関わる強化をする道場や経験値を取得する訓練場、セットできるスピリットとアイテムを買うショップ、戦いを有利にするアイテムなどを入手できる探索が開放されます。アドベンチャーモードでのみ入手できます。戦闘ではセットできません。次はファイタースピリットです。別モードの勝ち上がり弾頭やショップにて入手できます。鑑賞用のため戦闘ではセットできず、スピリットメーカーにて確認ができます。ファイター、マスタースピリットを乗せた2つのスピリットの入手方法はアドベンチャーモード以外にもあります。アドベンチャーモードで勝利するスピリットボードで戦い、ミニゲームでサークルを当てないようにスピリットを当てる、大乱闘モードの勝ち上がり乱闘を制しました。別モードの勝ち上がり乱闘で勝利をする、スピリット同士を合成して別の新しいスピリットにする、アミーボによるフィギュアファイター以外のアミーボを使うの5つです。このうちスピリットボードでは探索やショップなどで手に入れるアイテムでアタックスピリットかサポートスピリットが出現できますが、基本的に時間によってランダムで出現します。スピリットに勝利しますと数分間表示されません。お知らせによってイベントに関わるスピリットが出やすくなっております。
ダウンロードコンテンツで増えたサポートスピリットは別枠のスピリットボードになっており、7月22日現在はペニスロ5が常に表示、勝利をミニゲームで入手できます。スピリットにはランクが区別され、星が多いほど相手キャラクターやステージストラップが強力になっています。所持しているキャラクターとスピリットを駆使して戦いましょう。スピリットには名鑑があり、入手したスピリットの説明や作品が確認できます。ぜひ全て集めてみてください。次は大乱闘モードについて詳しく話したいと思います。この動画が気に入った方はチャンネル登録といいねボタンをお願いします。ご清聴ありがとうございました。